皆様こんにちは。早稲田大学先進理工学部応用科学科の小堀と申します。本日は科学数学の講義をしたいと思います。この講義は高校と大学の講義を結ぶ接続科目に位置づけられています。科学の面白さはもちろん、数学の大切さ、有用性も感じ取っていただければと考えております。短い時間ではありますけれども、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。科学数学というのは、数学をツールとして科学の解析に使おうというものなんですけれども、高校の時に微分積分やると思いますけれども、それがケミストリーにどう生きるかというところを中心に進めていく授業になります。本日は一つこういう反応を例にとりましょう。2H2O2 が 2H2O と O2 になる反応、過酸化水素の分解反応ですね。で、例えば1.00mol/L H2O210.0mL、これに少量の酸化マンガン、酸化マンガンを加えて20度で O2 を発生させたと、こういうふうな経緯を考えてみたいと思います。で、実験をするわけですけれども、表にまとめてきますと、例えばこういう形でですね、時間 t ですね、単位が2と、ちょっと汚いな、ミリットの単位で発生する、発生するではない、消費される、過酸化水素の濃度、実際に過酸化水素の濃度というのは測定しづらいので、発生した酸素をもとに、両論関係から消費された、過酸化水素の量を出すんですけれども、例えばですね、こんな形で表を作ります。用意ドンの時に、1.00 という濃度を持っているとします。そして200分経った時にこの濃度が 0.45、消費されて、減ったわけですね。で、400分の時に 0.20。600分の時に 0.090 という濃度に変わったというふうな実測データがあるとします。で、この時に、反応速度を知りたいという時に、高校の教科書ではどういうことをしてたかといいますと、ここに新たに1個、
行を追加して、で、分解速度。モルパーリットルパーセカンドって書いて、で、この間ですね。こういう形で表が、まあ、教科書なんかには、ね、載っています。でまずはじめに、200分までの間の平均値を考えます。これは H2O2 の変化量、これをまあ時間で割る。で変化量は分子マイナスですから、速度としてプラスを議論するためには、ここにマイナスをつけてあげると。で実際に値を入れますと、0.45 と 1.00。で、200-0 ですかね。で、2桁で、考えると、2.8×10 のマイナス3乗というのが出てきます。まあ、それがここですね。で、同様に、200から400、もしくは400から600、これもまあ、同様に、計算をすると、ここが 1.3、かける10のマイナス3乗、次に、0.60 かける10のマイナス3乗と、まあ、こういうふうにして、速度が求められます。で次に、平均の濃度というのをちょっと入れていきたいと思います。ここに、さらに、追加します。平均の濃度ですね。H2O2 の、まあ、平均値。まあ、平均値ですから、まあ、ここと、ここの値の算術平均でいきたいと思いますので、平均濃度、計算としては、0から200の間であれば、H2O2 のバーコール、1.00 プラス 0.45 分の2ということで 0.73 ですかね。ということで、ここに 0.73 が入ると。まあ、こんな感じで、ここと、まあ、ここに、まあ、2桁で考えます。で、そうすると、速度と平均濃度がありますので、まあ、これらの関係ですね。これらの関係。これを、グラフで書いてみるとどうなるかというと、横軸に先ほど計算した平均濃度で、縦軸に速度を取ると、まあ、括弧でプロットをするとね、3点。こんなふうなプロットが描けるんですね。で、これっていうのは、まあ、原点を通る、まあ、直線で表せると。ちょっと原点通ってないですけど。
原点を通る直線で表せると。で、ここから何が言えるかというと、この V は、なんか比例定数があって、平均濃度に比例するんだな、ということが言えるわけですね。まあ、つまり、この分解速度というのは、それ自身の平均濃度に比例する、そして比例定数 K であるというところまでが、まあ、この実験データの解析から分かったわけです。となると、まあ、ここから K の値というのは、速度を平均濃度で割ってあげると K の値が出るんじゃないかということで、先ほどの表にさらに一つ行を足しまして何かっていうと K ですね。これは V を平均濃度で割ったものです。まあ、ちなみに単位はセカンドになるんですけどね。で、そうすると、ちょっと汚くなってきましたけれども、まあ、非常に簡単に、この表的には、これ割るこれをしていくと。これ割るこれをしていく。これ割るこれをしていくということをやっていくと、まあ、計算結果、どうなるかというふうに、どうなるかと言いますと、これが 3.8×10⁻³ で 3.8×10⁻³、 3.8×10⁻³ ということで、K の値が、まあ、この辺からね、総合的に考えて 3.8×10⁻³とこの反応は言えますというような形で、これで、まあ、実はこの K が反応速度定数と言われているものですね。反応速度定数。まあ、こうやって、求められますよっていうのが、まあ、高校の教科書。まあ、その中でも発展の項目ですかね。に書いてあるような内容です。しかし、この解析の仕方、もう少しグラフで見てみますと、どんな感じになってるかというと、実は、横軸が、まあ、タイム。で縦軸が過酸化水素濃度であった場合、まあ、初期濃度があって、こうやってどんどん減少していくイメージですね。で、例えば200秒の時、400秒の時、600秒の時っていうような形で、実際に実験データプロットできるわけですけれども、今やった間を取ってですね、測定データの間を取って平均を取るっていうやり方は、まあ、イメージとしては、ここの2点を、まあ、結んで、こんなふうな感じですかね。まあ、こんなふうな直線を考えて、まあ、この傾きですね。この直線の傾きがマイナス V ですよっていうふうに解析したというふうにも言えるわけです。で、その時に、まあ、ここにちょっと無理やり線を引けば、まあ、このポイントが、C1 ですね。初めの初めというか200秒における C の測定点と400秒後における C の測定点で、それのちょうど中間ですね、算術平均の中間点、こ
ここの値で、まあ、議論しているということになるわけです。で、まあ、同様に、この点とこの点でね、直線引いて、で、やはり、こことここの中間ですよね。中間の、まあ、この点で議論していると。で、この点における傾きが、マイナス V ですよということを根拠にしながら、最後、反応速度定数 K を求めたということになるわけです。で、ただ、これって、まあ、パッと見めんどくさいっていうのもあるんですけれども、ちょっと厳密には、まあ、乱暴だなというか、もうちょっとスマートにできないかなと思うわけです。というのも、例えば、形はちょっと違いますけれども、横軸に時間、縦軸に、まあ、距離を取った場合に、まあ、車でね、ドライブしたときに、まあ、スタートから出発して行ってきますといったときに、例えば、まあ、時間とともにこう距離が増えます。で、赤信号で止まります。で、ちょっと渋滞があるんでゆっくりになります。で、また赤信号で止まります。で、今度こう出発して高速に乗りますので一気に行きます。で、無事到着しました。まあ、こういうふうな時間と距離の関係、車に乗ったときにね、まあ、こうやったときに、まあ、例えば、じゃあ、時間と距離の関係から、まあ、ちょっとこれは大げさかもしれませんけども、バンと、最初と最後だけ考えて、引いて、まあ、これが平均速度ですよと、まあ、この傾きが、まあ、この場合はね、平均速度ですよっていうと、まあ、いかにも乱暴だなと思います。で、これはずっと平均速度でやってきたからなんですね。まあ、厳密に言うと、だから V バーなんですね。だったら、例えば車の場合は、運転してたら分かると思いますけども、こういうメーターがありますよね。ここに、まあ、こういう、こうですかね、こういうメーターがあって、まあ、走ってるとブーンとこうやって動いていくわけですから、この瞬間瞬間ですね、速度が変わっていくわけです。でまさにこの瞬間のデータ、瞬間速度、平均速度ではなくて瞬間速度っていうのが非常に意味があるというふうに考えられるわけです。まあ、では、この化学反応における瞬間速度っていうのは、ね、一体どうやって考えるかっていうことになるんですけれども、まあ、それはまさに、微分を使うわけですね。微分の知識を使います。ここでね、数学がいよいよ科学に生きてくるという形になるわけです。それでは大学の科学の話、数学を使った解析に行きたいと思いますけれども、まあ、改めて先ほどの過酸化水素、これがO2 と逆だったかな。H2O と O2 になる反応ありましたけども、これ反応式1として、ちょっと書くのが面倒なので、まあ、A が B たす C になったっていうふうにちょっと置き換えます。で、時間 T からT プラスデルタ T の間における A の濃度変化これをデルタ A と そういうふうに考えるとデルタ T の間の平均速度 V バーは
意識で表されるということで、V バーはデルタ A、濃度の変化量をその時間で割ってあげると。で、分子がマイナスですから、速度としてプラスを考えるためにはマイナスをつけるということですね。まあ、こういうふうな基本的な式が成り立ちます。で、これ何度も言うように、これ平均速度で、これだとまずいということで、これを このデルタ t を0に近づけていきます。つまり、デルタ t を0に近づけていく。ちょっともう途中のマイナスをね、リミットの前に出しましたけれども、こうなります。で、そうすると、ここもう、ごめんなさい、微分の定義式になってますね。ですから、まあ、微分の形に書き換えるということですね。これ、微分係数と呼ばれるものです。微分係数ね。まあ、これを4の式にしましょう。まあ、ここで、ようやく微分の形を使うことによって瞬間速度を考える領域に入ってきました。で、一方、まあ、V は速度、分解速度はその濃度に比例するということが、まあ、実験的に分かっています。するので、この V は、A というね、濃度に比例するっていうことが分かってますから、よく見ると4と5。これをまあ連立させてあげると、速度は、まあ、微分の形、イコール、その濃度に比例しますよというね、こうつなげることができるわけですね。いいでしょうか。この形ね。で、この形、まあ、ちょっと難しく言うと、微分方程式ということになっているわけですけども、これだけだとちょっと何を使いづらいですね。ですから、この微分方程式を解くと、まあ、時間と濃度の関係式を出すことができるわけです。まあ、つまり時間と濃度の関係式ですから、横軸に時間、縦軸に H2O2 ほどですね、こういうふうな式が実験的にこう1、2、3、3プロとありましたけど、おそらくこうやって徐々に下がっていくような、この直距、この曲線の式ですね。これをこの微分方程式から出すことができそうだということです。で、微分方程式を解く。ということは、積分をするということになるんですけれども、まあ、積分をしてみます。で、この積分の仕方ですけれども、無理やり積分をしていきます。インテグラルをつけます。で、少し整理をしていきます。こうですね、こういう形になります。まあ、ちなみに、ここからここまでの変化というのは、まあ、数学的なね、変数分離系の解法というふうにいきますけれども、変数分離系の解法を使うわけですけど、どうしようかな。ちょっとやろうかな。dydx イコール、まあ、fxgy みたいな、こういう関数ですね。
こういうときに、まず両辺を gy で割ります。そうすると、gy 分の1 dy dx イコール fx で、両辺を、x で積分します。そうするとどうなるかっていうと、gy 分の1 dy dx dx イコール、インテグラル fx dx ですね。x で積分すると。そうすると、ここがね、まあ、なくなって、結局、gy 分の1 dy イコールインテグラル fx dx になりますよと。まあ、これが、変数分離系の解法なんですね。で、なんで変数分離系の解法っていうかというと、こいつを、まあ、dy dx、これを、まあ、分数のように、扱うということです。そうすると、まあ、分数と考えれば、g y イコール fx dx ですね。で、これを積分すると、まあ、こっちに行き着くわけです。まあ、こういうふうな形で、まあ、分数のように扱いながら、左辺にy だけの関数、右辺に x だけの関数というふうに分けて積分すること。まあ、これを変数分離系の解法と言います。で、それをね、ちょっとここでさらっと、まあ、この部分でちょっと、使ってるわけですけれども、まあ、こういうふうな形になりました。で、これはあの、ね、x 分の1の積分なんですけれども、不定積分にするとちょっとあの後からめんどくさいんで、定積分にします。t イコール0のとき、ノード A は初期値 A で t イコール t の時 a イコールちょっとこの表現はあまり高校じゃ使わない大学の表現になってしまいますけれども、まあ、このように定積分で考えるとそうするとインテグラルの a0 から ada で、右辺側は0から t まで dt という積分ですね。で、まあ、あの右辺はあの数値1の簡単な積分になるわけですけれども、これを積分するとマイナス e を定にしたログの a。ちょっとごちゃごちゃしますけれども、随分すごいごちゃごちゃした。こうですかね。定積分ですから、こうなって、で、数値1の積分ですから、シンプルに t になって、0から t と。こういうふうに書いて、マイナスをちょっとね、右辺にこうします。いいですかね。で、さらに、ログをちょっと取りましょう。e のマイナス kt 乗と。で、最後、a は a で e のマイナス kt 乗と。どうでしょうかね。ちょっと長かったですけども、こういうふうに展開することができました。で、よく見ると、右辺に t があって、左辺に a のノードがあります。これつまり t と a のノードの関係式ということで、さっきありました、何度も書きますけども、横軸に t、縦軸に、この場合 a にしましょうかね。過酸化水素のノード、こうやって下がる。この曲線の
式にちゃんとなってるんですね。この曲線をうまく数学の数式で表すことができました。めでたしめでたしという感じですけども、せっかくね、やったんですけど、これ、反応速度定数の K っていうのがこれ、まだ未知数ですね。で、K 出すのにどうするかっていうと、ちょっと 2行ぐらい戻って、この式を使います。これ考えると、K はマイナス T 分の1ログの例文の A というふうな形に変形できますね。ですから、このね、A の例っていうのは初期値ですし、ある測定時間のにおけるノードっていうのは、例えばさっき言ったように200分後に、いくつになりますよ、0.45 でしたかね、になりますよみたいな値をポンポンポンと入れてあげると、もう K が計算できるんですね。すごい、パッパッとできるわけです。だから間を取って、平均取ってなんていうことをせずにね、ポンポンポンとできるわけです。で、実際にこれ、計算すると、4.0×10 の、マイナス3乗というふうな値が計算することができます。ですか？で、さっき平均でちょっと戻りますけども、ちょっとたくさんね、書いちゃいましたけども、戻ると、式でね、国語の、国語じゃない、高校の、教科書では、一生懸命こう出して、3.8×10 のマイナス3乗っていうのが出てきました。しかし、数学で微分使って、微分方程式を解いてやって、より真値というかね、正しい値にで計算していくと、4.0×10 のマイナス3乗ということになりました。ということで、高校の教科書での平均法でやるところの K の値は、本当の真の値よりも少し、小さく認められているということが分かったわけですね。結構ずれてますよということです。で、この 4.0×10 のマイナス3乗というのがより正しい、解になります。で、この、K という値が、分かりましたね。で、分かりましたので、結局、ちょっとごちゃごちゃになったあれですけども、A は A の0、E のマイナス 4.0×10 のマイナス3乗を T というのが、これがね、この曲線の式の、全てですね。解になるわけです。T を入れてあげると、もう、A の濃度ですね。この場合、過酸化水素の濃度が出てきます。さて、めでたしめでたしで終わりたいんですけども、速度を出したかったんですね。で、もうここの式が、式のね、値が分かれば、実は速度は簡単です。なぜかというと、速度というのは、この曲線の接線ですね。この値が、この傾きが、ここでいうところの DADT という値ですよね。微分値です。この傾きがね。ということは、せっかく出しましたけどもね、こいつを、微分してあげます。t で微分してあげます。で、右辺ね、これちょっと、e のなんとか乗って言って、なんかめんどくさそうですけどね、実はそんなにめんどくさくない。そのまま 4.0×10 のマイナス3乗というのが表に出てきて、で、べき数も変わらないと。何も変わらないっていうのがね、e 関数の特徴でしたよね。で、こういうふうに出てくると。そしたら、先ほど一生懸命平均取ってどうのこうのってやってましたけども、これはもうね、まさにね、イコール瞬間速度 V です。V バーではなくて、V ですね。シンプルに、車の速度計と同じ値、瞬間速度の V という値ですから、この T の値ですね、時間に例えば200分とか400分っていうふうな T の値を入れてあげると、パッパッと計算すると、もう V の値がどんどん出てくると
ということになるわけですね。ということで、ちょっといろいろ長くなってしまいました、ごちゃごちゃになってしまいましたけれども、まあ、このようにね、数学を、うまく使ってあげれば、特にね、なんか微分なんて、もう一生使わないんじゃないかって思ってる高校生の人いるかもしれませんけども、きちんとこのケミストリーのね、科学の世界でも対応しますのでね、頑張って勉強をしてください。皆様、いかがだったでしょうか。これをもちまして、私の講義を終わりたいと思います。また皆様とは、都の西北、早稲田の森でお会いできることを楽しみにしております。それでは、ありがとうございました。失礼いたします。